はい、皆さんこんにちは、こんばんは。秋葉原っ子を皆さん、ね、サムと申します。まあ本名は福島明です。すいませんね、4年前の事件で、ね、声優界に衝撃を与えてしまって、オタク層がいるのは知ってたんだよ、そうと。すいませんね。はい、今秋葉原ね、ちょっと13年前の事件ね、あの通り魔事件の現場を見に来たわってね、そのために来ました。まあいいですね、結構まあ衛生環境ほとんど大丈夫ですね。この鳥の糞さんね、逆に言うといいんです、健康の証です。そう、逆にいいんやて、逆にいいんです。そう、まあ逆に良かったね、こういうの、まあ、自然の。はい、その証拠に今秋葉原前の電気街に、愚痴のとこにいますね。そういうことですさ。まあ事件があったの知ってましたからね、本当に、ね。知ってましたよ、本当に。まあびっくりですね。まさかあの東大元暮らし、まさかベルマーレっていうかね、秋葉原の近くであんなとこ起きてた、びっくりやな。そういうことでした。こちら在来線のね、そういうことでした。私はもう 夕方前後にはもう帰るんで、ね、いやー、いやーね、どこでも同じじゃないけど、こういうとこに最低2日間滞在してそう慣れないとちょっとあかんねやと、そういうことでしたね。いろいろあったんだね。まあそうさな、原始な、生き神ってやつか。なんか最近のアニメってなんか宗教色強くなってきてびっくりやな。さもうびっくりやな。あのイスラエルの皆さん、これどう思います？イスラエル教皇、これどう思います？これどう思います？多分これはもう放送できんと思う。配信できないと思うので、そういうことでした。今在来線のね、まあ多分最終の、まあ、浦和方面の大宮ね、そう、大宮神楽ね、まあ中原舞さんを参考にした、時矢舞とね、あの獅子堂神楽をやってた、これにしました、ね、これにしました。一体だと私の上司のせいって、元から何の先輩だったんだよ。私は長部門だね、美術館に所属すい、まあ、この大宮将軍です、将軍です、将軍のお墨付きで行きました。ああ、将軍からいいの、あなた、私はね、そう2007年の12月にもう、まあ、そう10月にはもう退役するで、そう提出してたよ、退職届でね、まあ皆さんの退職届出してたよ、もうようやく受理されたよ、そう、ほら防衛省にある防衛人事審議会と同じね、そうこれみたいな形で退院審議会協議するとね、俺の場合はそんな、まあ1ヶ月間は手続きかかるから、いろいろと準備もしてへんけどね。まあ単純に雇用権資格喪失証とかね、退職証明書とかそういうのもらわないと、そうあかんかったんだよ。まあそんなもんやさ、いろいろな手続きね、もう俺はもう会社の準備設立してたの、びっくりしたけど、もういいね、別にな、しもう退役したね。2007年の、ね、12月31日で退役した、年末年始の、ね、退役した。そして2008年のね、ちょっと準備期間ってあるな、ちょっと日本で手続きしようと防衛省で行ったの、残念ながら手続きやつが俺の現実的な出来事をね、再現しました。負の遺産を、負の出来事を再現しました。まあこういう風にしてくれました。まあ安藤さんね、まあ安藤マリーがね、まあ、インドへ、まあ元から知り合ったの、2年前やった、一緒に会社作らんかったって、まあ BMC 行ったって作ろうわね、まあ、海外に展開しようって言って、まあね、ちょっと事情あって、まあ、ブラジルの勤務してたらしい、まあ、日本大使館で勤務してたらしい、まあ、こう大使館の経費をね、仕切ってもうほとんど海外に、ほんでちょうどよかった、まあね、
ロシアとかヨーロッパ面は俺が担当者、もう俺は第一本欧州本部長や、まあ大総統になる前にね、この役職についてたよ。大株主だからね、本社と。まあ単純に社員持ち株会ね、大株主。俺はもうほとんど普通の株主、うん、社員さんたち任してやるさ、日本任してやる、信頼できるからさ。そういったブラジル連邦共和国大使館、ボルサン大統領もびっくりでしょ。そうじゃ、まあ中南米、中南米やったからやっぱ火薬庫、やっぱ火薬庫ってここか、コロンビアか、ベネズエラばっかり中米さあ、ベネズエラボリバル共和国大使館さ、マドロ大統領知ってましたよ、さあコロンビアじゃん、麻薬カルテルの拠点、やっぱりね、さあ、あの密輸事件、多分もうコロンビア方面から来たわけです。ああ、なんでアメリカこんな近くまで、ああコロンビアの領空から侵入したんや、ああ多分おそらくね、ああコロンビアでしょ、関与してるんです。ああああスプートニックさんの記事見てびっくりやん、全体見て、そういうことでした。私はね、今回秋葉原の通り魔事件ちょっと再検証したね、そういうことでした。本当はびっくりやな、あんなところで、てっきりなんか看板立ってるんかなと思ったら、ここで事件が起きました。さあ、起きたかなと思ったら、意外となかった。びっくりやな。こういうことやな。事件風化させないって意味で、あそこに看板立ってるわけだ。さあ、意外とね、そういうこと。そうでしょ、キュアベイさん。いや、北村エリさん、岡村エリさんでしょ。もう知ってます。北エリか。びっくりやね、今。いや、プリキャン声優陣か。びっくりやな。俺はどっちかというと、マイメの声優陣。まあ、北村エリさん、もともとマイメの声優陣。知ってたから、脇役的な立場に。知ってましたよ、グラッドっていう。はい、注目は、報道さん、知ってますわ。いいね、ここ。びっくりでしょ、皆さん。アキラの皆さん、俺、東京。顔見てて、東京。ほとんど西日本食ないやろ、俺。そういうことは、東日本食。そういうことでした。まあ。この秋でもう一つよろしい。北村いいさ。どうでしょうかね。さあ、今回の、さあ、オフの、さあ、マイメル、声優陣。まあ、三大作品の声優陣。声優陣。大幅に声優陣。むっちゃ使えるって分かったんだよ。総動員したら、むちゃくちゃ、名前書けるって分かった。むちゃ、人物設定簡単すぎてびっくりよ、もう。あとは東方面ですね、東方トツぐらいの枠、まあ単純には大槻俊と安野井明、この2人の、基準にしました。この2人基準にしました。割っていきました。じゃあそういうことでした。まあ俺はもうすぐちょっと東京行って、また去るんでな、そういうことでした。皆さん、迷惑に思いますね。13回忌迎えたの知ってますよ、今年で。来月で13回忌の。知ってますよ、まあ、事件は風化させるのは良くないんだが、まあ、人っていうのは忘れるもの、そんなもんよ。知ってるか、そんなもんですね。今、コロナでね、まあ、いつ解除される。多分ね、私の予想だったら、多分8月まで延長するんじゃないかって。なんか、もう最初から解除せずに継続してろっていうことは無理があったんや。めちゃくちゃ最初が自民党ね、選挙で不利になるから、そのこれで知名度向上してみる、無理、お前らはこうやって非難される、覚えとけ。それにあの新宿のあの現状はどう思うんだ、それに新山のあの現状見て、もう経済回復、もうほとんど崩壊してました、もう崩壊済みってこと。そう、残念だけどここも崩壊済みやったらさ、経済破産状態やった、崩壊しました、コロナで。崩壊しまったんや、恐ろしいよね。私はこれを見に来たんや。さあ、
折り間事件知ってましたよ。おことした。ねえ、よう目閉じる場面はサングラスかけてんやぞ。なんかこういうことした。要はね、文京区と港区の連中やったらもうここにしかないやろ、芸能事務所がね、9割占めてるて、9割占めてるて、この東京都の23区の文京区と港区と渋谷区、この4つの地ないじゃないの。文京区日本医師会の医療特集本部があるって分かったら問題の場所やったの。いや、これ問題やったから共謀してたのね、滋賀県でした。こいつは知ってたから。ところで日本の芸能事務所へ、俺の知恵ないだけ県でいくらぐらい滋賀県取引してたの40年分で。知ってるぞこれは。慌ててストーカー規制をね、ああやって GPS 規制規定儲けたら青か。こんなことやってどうするんや、道迷ったら。俺のおかげで私はね、いわき市富山海岸からいわき市到達できた。まあそんぐらい靴濡れたもんね、濡れちまってこういうことした。そう、まだや何年だ、大宮かぐらいですけど、中山さんね、富田コスね、脇役の覇者だって知ってたんだよな。言ってた抜擢者、結構あんな軍のトップに向いてるって言われた。指揮官型というか参謀型に向いてる。もうね、指揮自体はもう現場の隊員たちに任せた。ほんとその名前でアメリカの統合戦闘部みたいな、統合任務部隊、こっちで行けるなと思った。タスクじゃなくてミッションにしました。これやったら活動とかとかの意味なのか、これでよかったよ、統一された任務部隊、そういうことでした。ちゃんと自衛隊の砲台というのは参考にしました。さあこの大宮最終デマがあるね。さあこういうことでした。まあ、北村由里さんも知ってましたから、前々から。今、小松優香さんと Twitter でお話ししました。女陽子だね。和田陽子さん。この3名とお話ししました。むちゃくちゃね。むちゃくちゃ、ね、お三方よかったね。女陽子さんと、よう揉めたな。よう揉めた。よう揉めた、なんか、発音の仕方で。よう揉めたな、イタリア語さん。ね、韓国系のユーザーと。ね、まあツイッター言うたと、もう議論しましたね。そういうことでしたんでね。あと、要はモストカンパニーが通報したんで、ああいうのって。さあ、皆さん気をつけてください。芸能事務所の関係者、よ、皆さんの SNS のアカウント見合ってますよ、さあ。俺は警視庁の皆さんがサム、まあ、暴露してくれました。気をつけろって言ったって言って、こいつは通報して。ああ、私、本当に通報しました。キングレコード。もう知ってます、キングレコード。ワーナーミュージックジャパンからも通報を食らいました。アメリカ政府へ、これどうするんです、国際問題ですよ、我々逆に言うとあんな IS にした訴えたいぐらいです。我々が訴えたいぐらい、訴えたいぐらいです。もう国際問題です。もう大事です。もう日本国内の問題だけで済まされまで、国際問題です。もう処理ができなくなった、もう国際問題沙汰です。もう大事にありました。フランスのマクロン大統領、フランス大使館、それで今月の何の合同軍事演習さん、そういうことでしょ。やっぱ圧力か、やっぱフランスでも揉めましたから、やっぱ機械議論してた、知ってましたよ。スペインも、スペイン大使館も、バルボン・ハプスブルク系の皆さん知ってましたよ。やっぱり揉めてたか、スペインでも議論、要は東映作品、要は検閲の対象になってるで、シーミアさん、むっちゃ対象になってるで、びっくりやな。東映は我々が、私はすぐ国会におります。それと青にもちょっとおります。ちょっと問題が多い声優系の事務所だったんで、芸能事務所だったんで、芸能株式会社だったんで、ちょっと問題だったんで、ちょっと呼びます、国会に呼びます、ちょっと問題や。プロアクションバーバー排除事件を、ルパン三世の風魔一族、山田康夫さん、経歴をめちゃくちゃにした、これは許せなかった。山田康夫さん怒ってたの、そういうことです。ほんで声優、青鬼の件で怒ってたよ、排除事件してたんで怒ってたよ俺で、そういうことでした。以上です。